ジョモジョモ、クールジョモジョモ、今日はいい日だね。ジョーですね。よろしくお願いします。唐突ですが皆様、茨城県民のみならず全国の皆様がこの時期一番気になっていることといえば、そう、日立海浜公園のネモフィラのことですね。わかります、誰しもが気にしていることでしょう。かくいう私チョモラらでも、お前オフィシャルの人間かというぐらい日々見晴らしの丘の状況なんかをツイートしたりしてますけれども、今年行きたかったのに行けないんだよなって方たくさんいらっしゃると思います。そんなあなたのために、一面ネモフィラの見晴らしの丘へ一緒に登って降りてネモフィラを堪能した気分になれる動画をお送りしたいと思います。あまり喋りすぎてもあれなんで、早速聞きましょう。レアルゴー、くるくる。チョモチャンネル、はい、ということでいかがだったでしょうか。4月19日現在の日立海浜公園のネモフィラの状態だったんですけれども、今日でですね、だいたい7分から8分咲いているところで、まあ、満開のゾーンもありつつ、咲いてないところは五分咲きだったりとかするので、今週末そして来週あたりが全体的に一番ピークの見頃なんではないでしょうかということですね。これを参考に行ってもらうもよし、これを見て行った気分になるもよし、この動画でいろいろ楽しんでもらえたら幸いです。ということで、この動画が良かったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントなんかもたくさんいただけたら嬉しいです。励みになります。あまりジャンルにこだわっていないチャンネルなので、たびたび R18 の内容なんかも出てきますけれども、そこは多めに見ていただいて、みんなで楽しく盛り上がってきたら幸いです。ということで、今日もありがとうございました。チョモララでした。バイバーイ。土曜日は東京のくるちゃんがお送りします。世界で
愛。